はチョビに甘噛みされまくる私は家で骨子と呼ばれています。今日は我が家で試している甘噛み対策についてざっくりご紹介しようかなと思います。まず結論、有効だった対策はリーチの長いおもちゃを用意すること、それと噛み噛みがひどい時に即遊びをやめて無視をすることでした。最初に用意しておいたおもちゃは長いものでも20センチ程度、これだとすぐ持ってる手を噛みたくなってしまうので30センチ程度のものを用意したところ、おもちゃに集中しやすくなりました。数種類用意して飽きないようにローテーションで遊んでいます。それでもどうしても強く噛んでしまうときは即遊びをやめて数分無視をしてから遊びを再開します。そうすると手を噛むのを我慢してしぶしぶですがおもちゃで遊ぶように頑張ってくれます。ただ隙あらば手を狙ってくるので噛み始めたら無視の繰り返し。甘噛みが全くなくなることはありませんが、なんというか理解に努めてくれるようになってきました。あとは飼い主側の防護策として肉厚のパーカーを着ること。チョビは紐も好きなのでパーカーの紐を噛み噛みしてくれるのと、肉厚の生地も噛み応えがあって満足感があるみたいです。強く噛まれても歯が肌に届かないので安心してスキンシップが取れます。我が家ではパーカーにデニムが制服になりつつあります。トレーナーさんやペットショップでも勧められたチークおもちゃのコングは甘噛み対策かというとよくわかりませんが、とても便利なグッズでした。相手をしてあげられない時に渡しておくとコングしか目に入らなくなり、飼い主側にはつかの間の穏やかな時間が訪れます。他にも子犬用のデンタルガムや嫌な味のする手に塗るローションも買ってみましたが、デンタルガムは思いのほか興味が続かず、ローションに関してはむしろ味が気に入ってしまったようで逆効果になっちゃいました。甘噛み対策含むしつけの日々はまだまだ続きます。チョビ、世の中には甘噛みより楽しいこときっといっぱいあるからね。